ロピアとは同名のスーパーマーケットチェーンなどを展開する神奈川県の企業、本校で消述する愛知県清須市にあるチルドフード食品会社。詳細は同社の公式サイトを参照。ロピア泉中央店、山田アウトレット大熊泉中央店跡土地への犬木出店株式会社。ロピアはスーパーマーケットや精肉店を運営する企業である。 神奈川県藤沢市で生肉店として創業し、現在は本社を神奈川県川崎市幸区に置く。神奈川県を中心に東京都、千葉県、埼玉県の首都圏及び大阪府、兵庫県の近畿県の6都府県に出店し、食品スーパーのロピア、新鮮大売り、ユうタカラやを展開する。2011年に株式会社ユタカラ屋から,から株式会社ロピアに、 社名変更した。社名、店名のロピアは、ロープライスのユートピアに由来し、低価格路線で急速に店舗を増やしている。食品ディスカウントストアとして扱われることもある。モットーは、食生活ロピア、新鮮大売りを企業コンセプトとして、首都圏1と3県でスーパーマーケットを展開する。また、神奈川県内で食肉専門店を展開している。 一般的なスーパーマーケットとの同質化競争を避け、生肉を中心とした生鮮食品部門に特に力を入れている。中規模スーパーマーケットながら、独自のプライベートブランド商品を自社開発しており、飲料や調味料などのストアブランドも約10アイテム取り揃えている。また元来が生肉店であるため、ハム工場にて自家製、ハムソーセージなども製造しており、加工食品でも 昔ながらのお肉屋さんのパン粉がある。1990年代から2000年代には声優が撤退した跡地に犬器出店することが多かったが、近年はララポートなどのショッピングセンター、島正しホームズなどのホームセンターなどにもテナント出店している。ララポート東京米、西立の改築リニューアルにより2012年11月に千葉県へ進出、その後東京都や埼玉県のみならず、 大阪府、兵庫県の近畿圏にも積極的に出店している。基本的には、クレジットカードや電子マネーは利用できず、支払い方法は現金のみとなる。近年導入されている、セミセルフレジもクレジットカード決済には対応していないが、ララポートなど、ショッピングセンター内の店舗では、クレジットカードが使える場合もある。また、ポイントカードのサービスもない。2019年4月より、 QR コード決済の PayPay ペペをほとんどの店舗で試験的に導入したが2020年4月末で PayPay ペペ導入を終了再び支払い方法が現金のみとなったレジ袋は有料である店内のショッピングカートは放置を防ぐためコイン式のものが採用されておりコインロッカーのように100円玉を入れるとカート置き場の鍵が外れて利用でき使用後に カート置き場に戻すと100円玉が戻ってくる仕組みである。同様のショッピングカートは、OK や3話の一部店舗でも採用されている。2020年11月1日現在、首都圏1と3県及び近畿圏1府1県に54店舗を展開する。店舗の詳細は公式サイト、店舗情報を参照。ロピアのマスコットキャラクターとして、小豚のロピタくんが設定されている。 有料レジ袋には、ロピッタくんの顔のイラストが描かれており、店頭に FRP 製のロピッタくん人形が飾られているほか、ぬいぐるみも商品化され店舗で販売されている。好物はお肉。ありがとうございます。